ちは、本日は静岡大学の入学式に、お邪魔して新入生の方にいろんな、ことを聞いていきたいと思います。本日ね、天気も良くてね、昨日まで雨だったんですけど、天候にも恵まれて新しい生活に皆さん希望を持っていると思いますのでね、インタビューはとても楽しみです。では行ってみましょう。静岡大学選んだ理由は、正直言って近いからですね。やっぱり浜松に出身なんで、はい、静岡、あと静岡県の先生になりたいので、やっぱ静岡でその教育学について学ぶのが一番いいと思ったんで静岡大学を選びましたね。でも浜松に住んでたってことはこれから下宿ですか？はい、そうです。どうですか一人暮らしは？もう初めて結構慣れました？いやまだ全然慣れてないですね。料理とか掃除とか全部、洗濯も自分で全部しなきゃいけないんで、すごい親のありがたみっていうのがしみじみと分かりますね。料理とかはできてるんでしょうかね、ちょっとよく分かんないですけど、まあ、でも親の味には程遠いですね。あんまり、まあ食べれるまあ食べれるっていう。あ、教育学部は先生になりたいからと理科を選んだ理由が、僕が理科が好きで、その僕自身が理科が楽しいと思うんで、その喜びをまた下の世代にも伝えてあげて理科を好きになってほしいなって思って、この学部、学科を選びました。入学して楽しみにしていることは何ですか？楽しみにしていることは、まあ、やっぱりこれまで知らなかった人と知り合えること。やっぱり教育学部の理科っていうことで、同じようにみんな理科が好きな人が集まってると思うんで、そういうことも話したりするのが楽しみですね。大学生活の意気込みを教えてください。はい、大学生なんで、そうですね、勉強は第一に、もうやっぱり大学生活を楽しんで、まあ人生の経験をしっかり得て、それを教師として、教員として下の世代に伝えられるように、この4年間を過ごしていきたいと思っております。静岡大学に入学して何かやってみたいなと思うことはありますでしょうか？そうですね、今パッと見てちょっとよさこいのサークルがすごいなんかかっこよかったんで、ちょっと見学にでも行きたいなと思ってます。ダンスのやつで、だからモダンの男の人がやってたので、かなり動きが激しくてかっこよかったので、ちょっと見てみようかなと思います。カリキュラムでちょっとなんかメディアリテラシーとか情報倫理とか、そういうなんかマスコミとかそういう系の講義があったんで、そういうのを多く取ってちょっとそういうことを勉強したいなと思います。学校の先生方も言ってたんですけど、ぜひ海外留学に興味があるので、もし機会があれば海外に行っていろんな人と会ってみたいなとは思います。先生に、学校の先生に勧められて、本当に今年になるまで知らなくて、でちょっと出してみて結果オーライというか、はい、そんな感じです。自分も学校先生に勧められて、なんかこう面白い大学がないかなというのを相談したところ、ちょうど静岡大学の方を紹介されたので、それでまあ出してなんとか合格して受かってよかったですこんなようなテレビの番組作ったり、ちょっと撮影とかそういう演劇とか、なんか舞台のことに関われるようなそういう仕事につけたらなって思ってます。いや、今はこれといったものはないので、まあ仕事といいますか安定したものが見つけられればいいかなっていうのは思ってます。オープンキャンパスに来て雰囲気も良くて、先輩方の話を聞いてて、先輩方も親切だったので、なんかすごくいいかなって思って、県内の大学よりレベルの高い教育について学べるということで選びました。入学してから大学生活で楽しみにしていることというものはありますか？サークルに入りたいなと思ってます。もうすぐ宿泊合宿があるので、まずそれで友達ができるか楽しみです。宿泊合宿というのは、どういった括りで行われるんですか？教育学部のなんか理系科目と文系科目で分かれて交流するって聞いてるんですけど、まだあんまよく分かんないです。大学生活での意気込み、頑張りたいことというもの何かありますでしょうか？勉強とその友達との交流とかも含めて両方とも楽しめるように頑張りたいです。将来中学校の数学の教員になりたいと思っているので、その夢を叶えるためにしっかり勉強したいと思います。